本当だ。あれ敗退です。よしよし、まだ伊豆に勝ってない。あ、伊豆に負ける、伊豆に負ける、伊豆に負ける。ネロに逃げ切ってる。40おほっ。まだ伊豆に勝ってるよ。まだいけてるよ。点差1点差。ここだ。勝てる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 。ここでベビーパーマジでありだな。リンさんの得意コースいきます。リンさんは絶対投げない。どういうこと。何言ってるの、リンさんは。いや、むずいな。どうしたらいいの。やっぱね、伊豆はね、総力でね、抜かれてね、ケツのアイテム吸わされるからね、伊豆がいると前が平和にならないわ。勝手に。え、でも今日は伊豆そんな悪いことしてなくて。いやいや、あのね、ちゃんと前抜かされるじゃん。で、それね、ケツを吸うから、そいつの。下に落とされるんだよね。そう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 。まあ、シンプルにコンピューターが伊豆になったって考えたら、そらね。いや、ここか。でもここ僕は前伊豆に勝って1を取ったことがある。なるほど。確かに10回やって1回しか勝ったことないけど、多分10回以上やってんな俺。勝ったことなさそう俺。このコースは無理だから。なんちゅうこと言うんじゃん。うわぁ、うわぁ、そのキノコ欲しい。やった。イズイズ、あぁ消えてる。よしよしよし。ナイスナイスコウモリ。あれ、なんか夏プレゼント。大丈夫、刺しといた。いや、なんか消えてたっすね。多分コウモリで消えたかな。うわ、コウモリで消えんな。分岐か、分、うん、なんか分岐の石の場所で消えてた。やっぱごちゃごちゃのところで投げちゃダメなんだ。どうしたの。ほら、伊豆来た瞬間こんな下になって。絶対関係ないって。まあみんな総じて下には行きますね。まあ平らというかな。じゃあ前で潰されるから。さっき僕4、総合2位抜いたら3位だったのに。さっきは平和だった、明らかに。前にいるやつが落とされて下に行くから荒れるのよ、下が。いや、じゃあハイラルで僕に落とされた人って誰ですか。はい、知らない。ゲンさんだけでしょ。ほら、いや、落としちゃいけない。一番落としちゃいけないやつ落としてるよ。前、ゲンさん3周目、3周目。一番落としちゃいけないやつ落としてますよ、それ。はい、ゲンさん入れてポケモン SV では5最悪って言われてんだから。実は最悪なんだ。勝手に言えんな。いや、入っててもおかしくないですよ。マリカの最悪ですよ。最悪って。封印してたのに。全員の髪が抜ける呪いを撒き散らしてたらしい。マリカでね、ボコボコされたハゲ散らかすね。タイプ何やろ。ハゲ散らかしてないんですよ。じゃあ、届きまーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。全員もう一通りをやってはんの。どうしよう。いや、そんなっすよ。いや、君がめちゃめちゃやってるのは知ってる。俺の朝の仕事中の作業用 BGM やから。ただ作業用 BGM にしてるがゆえに、ほとんどコース見てない。はい、ピンポン。今日はずーっとなんか、よし、二人置いて、ここやったら赤コーラが当たらへんとか検証する。ちゃんと見てる。やってるわ、今日それ。一人 2B プレイでやったやつ。もうそこまで極まってるんだ。そんな何の参考にもならへんと思うんだけど。皆さん、今年のクリスマスの予定は決まってますか？聞いちゃいます？ M1 見ようかな。あ、そうなんだ。いい過ごし方だ。聞いちゃいますって言って黙ってる人あるのか。そうか、月曜日なんか。そう、多分普通に村のお誘いはすると思うんで、よろしくお願いします。わーい。クリスマススペシャルね。いや、普通になんか前、お酒飲みながらやったじゃないですか。今のタイミングでもう一回やりたいと思ってるのはちょうどいいかなと思ってるんですけど。ぜひぜひ。メタちゃんが消えてたやつ。俺が寝ちゃったやつね。また違う化学反応もあるかな。タスクするたびにショットを飲んで、するたびになった。そうだ。あ、甘酢じゃなくてあれマリカの方ね。甘酢も飲んでいいけど別に。あ、やりましたね。そうそうそう、飲んでいいんですか。いいですよ。あなたはダメです。あなたは寝るのでダメです。国が許せば。ハイブリさんから入ったら挨拶お願いします。はい、作曲家のハイブリです。なんかせっかくなんでいろいろキューブ開けていろいろアイテムは取ってるんですけど、
一向にスキンを変える気があまりないので意味がないかなと思ってます。頑張ります。お願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは。アイスカイティースと申します。マリカタの実況動画上げてます。まあ、高田村主催の高田健一さんを僕ちょっと参考に、毎日投稿は大事やなと思って、11月結構動画投稿頑張ってたんですよ。おそうなんや。で、11月何本投稿したか確認したらさっき68本でした。よろしくお願いします。やば68本やばやばえ ?1 ヶ月でやば参考にした高田さんのはもんなんすかちょっと、確かに。きますわ。待った方がいいですか。ええー、全然喋って。はい、じゃあこんばんは、ガミです。うちトレーニングルームあるんですけど、ただトレーニングルームって言うほどでもなくて、なんか有酸素運動用のクロストレーナーっていう機械と、あと各種ダンベルとその筋トレ用のベンチが置いてあるだけなんですけど。へえ。はい。で、Amazon がセールやってるうちに、なんか増やしたいなと思ってて、筋トレ用の機械を。伊豆さんなんかおすすめないですか？あ、DM で送っときます。あ、ありがとうございます。代謝が上げたいです。代謝が。OK、代謝。はい。で、筋トレ用でお願いします。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 ゲーム実況者の工藤です。頑張ります。お願いします。お願いします。お願いします。はい、魚です。まあ年末も近づいてきたので部屋の掃除をしつつあるんですけど、誰かヨギボー、中型サイズのヨギボー、めちゃくちゃ匂いが染み付いたやつ欲しい人、タラでお願いします。デバフすごはい、どうもナナコです。よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。はい、ナナコです。最近ね、まあちょっと久々にポケモンをやってるんですけど、まあ動画を見てたから、まあまあ知識はあるし余裕やろって思ってたんですけど。マジ無理だよ。全然うまくいかなくて、すごい忘れもするし、特性とか、いろいろ。やってもないゲームのことって、なんか、指示込めとかするのは良くないんだなって思いました。はい、おばんでーす、サントスでーす。最近ポケカの練習結構一生懸命やってるんですけども、ポケカって練習するだけじゃダメで、最近何が流行ってるかとか結構流行とかを調べなきゃいけなくて、そういうのを調べるようにしてるんですけども、私の使ってるデッキタイプのちょっと先を行ってる最先端のなんかデッキ構築をして戦ってる人がいて、で、それでしかも順位、大きい大会準優勝して、すごいセンスもあるし、なんか上手いなと思って、このプレイヤーなんて名前なんだろうってプレイヤーネーム見に行ったら、高田健志でした。え嘘嘘やってんだ。ああ、バレちゃったかと思った。やってんだ。いやうわ、隠しちゃダメだ。ちなみに、マジで高田健志でした。プレイヤーネーム。はい、長野アルマです。僕多分、なんならサントスさんよりポケモンやってるんですよ、今裏で。110戦ぐらいやってるんですよ。すげえ。そんなやってんの？まあでもそんだけやってても、マスボー級の今5万何千位ぐらいなんですよ。で、うんうん、ボコボコにされてるんですけど、僕もちなみにこの110戦の間に高田健志と1回マッチングしました。ひらがなで高田健志って書いてある。どこにでもいるな。どこにでもいるゲーム界。すごいな。はい、どうも、トータスです。うちの嫁さん、高田村のことはなんとなくわかってるんですけど、それ以外は何もわからなくて、最近、ポンちゃんの話をしたんですよ。ポンズ野郎ってやつがいてて、変わった名前ねって言って、ほら見てって、ポンちゃんのツイッターの一番上の固定されてる TOKIO のやつ見てたら、死ぬんちゃうかってぐらい笑ってる。この人なんて聞かれて、違う、これは TOKIO よって話を。何も知らんがよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高田です。YouTuber になって、3、4年ほど経ちます。動画投稿、今月、7本でした。よろしくお願いします。多い方じゃない多分。え、多い方だよね、多い方だと思う、正直。サブちゃんもあるしね。うん、そうね、そうね。サブちゃん3本しか上がってません。10本か。10本です、足して。牛の大台。うん。2桁いったわ。よし。じゃあ、のの配信喋って戻ってきてください。はい、皆さんこんばんは。伊豆です。高田村楽しんでいきましょう。ここでコメント。それよりも、サムネイル作る方がめんどくせえわ。いや、それはそうですね。あ、そっち、そう、多分サムネの方大変ですよね。絶対大変、サムネの方が。間違いない。いや、俺はもうサムネだけ委託してるからな。あ、そうなんですか。サムネだけ。
た旅だ旅のサムネだけ委託してる。うん、よし、じゃあルール説明します。伊豆来た。あ、よろしくお願いします。やったー、嬉しい。あ、おまじさんも帰ってきた。やった、すいません、落ちました。あ、おまじも帰ってきた。おまじさん、リアル雷落ちてきました。ビリビリ。スイッチの落ちた。いや、スイッチなんか変な音はしたけど、パチって。え、あ、ブレーカーがみたいな。怖いな。やばい、前半1時間平和、後半1時間地獄。こっから地獄だ。やばい。伊豆、ちなみにもう行き場走ったよ。え、あ、ごめん。いや、でも、ちなみに、キノキャニももう、めちゃくちゃやないか。今、言いながら出てきた。じゃあ、いずは、じゃあ、こっから1位目指して頑張ってよ。あ、もちろん、もちろん。うん、2レース、なくても、俺は1位取れるんだぞって。何してもいいんでしょ。いや、1位取って。1位取って。1位取る過程何してもいいんでしょ、だから。いい加減しろよ、お前。余計なことはするな。普通に走れば1位取れる。これ、よく考えたら、今日、ベビパイ選ぶ人がいないから、ハッピーなんだ。あ、なるほどね。じゃあ僕が選ぼう。ほんまクソだよ、それ。まあまあ、実力出るだろ。あ、あ、あ、抜いたな、その刀。え、な、何がおもろいの、そのコース。お前、もうゲームラ来んなよ。まあ、選ばれないですって。そこ、実況歴10年以上ある人じゃないと投げちゃダメだから。長いな、銃って。そうだ、ガミさんしか投げちゃダメ。おまじさんもここから1位目指してほしい。, 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 ,
側から。笑ってないですよ俺は。いや指定してへん。あ、なんかツル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 の状態でツルツルツイスター、ツルツルツイスター。なるほど。あーいや、もうお前ゲンブラから出てけよ本当に。いや大丈夫だよ、ね、こいつあの基本ゲンブラじゃないから。今日だけ、今日だけ、うん、今日だけ我慢する。体験です。何やねんお前、体験。もう二度と呼ばれないから首だお前、うん、今日で二度と呼ばれないことも分かった。研修期間で首。いやでも1位取ったら好きになるかもよ。いや関係ない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 。だって見て、あそこ目の前の滝おかしいもんね。あそこに行くって考えると。このコース景色がいいだけだからね。楽しいじゃん、ね、押された。またおまじだよ、もうどいて。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。あなたです。テンテレンテテテテ。お前だけだよそんな楽しそうに。デンテテテン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 。Yeah.